今朝のコメンテーター経済評論家常念司さんです。常念さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。なんか寒くなったり暑くなったりね。そうなんですよ。激しいですね、花粉も飛びまくりだし。いや、目がかゆいですね。やばいですね、もうじゃあ今日この後じゃ音楽っていうことにしましょうか。ダメです。この後の大工フルデー流しますんで、皆さんね、まだちょっと年末までだいぶありますけど、だいぶあるでしょ。第一楽章から、ね、大工をお届けして、それもう一回、どうして今大工かけるんだろうっていう、ね、大工あれ全部聞くと1時間半ぐらいになるかかるんですか、と思うんで、まあ多分1回2週目ぐらい多分番組終わるんじゃないかな。2週目、放送事故じゃないですけど、これから大工がダウン症のため大工ということで、目がかゆいな。目がかゆいですね。とかしてもらいたいですね。本当ですよ。すごい飛んでますね、今日はね。あと油断するとスーッとこう鼻からね、ああもう出ます。大変です。もうね、全然粘りのないものが。マスクした方がいいかもしれないですね。マスクした方がいいでしょう。マスクね、寺島さん今日そこにマスカラスのマスクを。いやいや、そんなマスクだったら目出ちゃってんじゃないですか。すみません、じゃあドスカラスのやつも持ってきたんで。ドスカラスって何ですかそれ。マスカラスの弟の方で。弟ですか。ドスカラスですか。ドスカラスのね、はい、そのマスクやったって無駄じゃないですか。あの重心サンダーライガーかなんか。いやいや、あれだってなんか網目みたいなの、わかりました。粗いでしょ。あ、じゃあストロングマシンの6号になりましょう。いやいや、何ですかそれ。ストロングマシンの6号ってのも。ミスタージョネマスということで。いや、ジョネマスみたいな感じ。このマスクをどうぞじゃあかぶっていただいて。そのマスクどうですか、聞くんですか。地獄のお茶の水博士ということで。いやいや、行きたいなみたいな思うんですけど、はいはい、ところでですね、今日午前3時50分ごろ、千葉、東京、神奈川で最大震度2を観測する地震がありました。気象庁によると、震源地は千葉県北西部で、震源の深さおよそ60キロ、地震の規模を示すマグニチュード 4.1 と推定されます。最大震度2を観測したのは千葉県東金市、山武市、成田市、市原市、八千代市、鎌ケ谷市など、東京は江東区と板橋区、神奈川県横浜神奈川区、横浜神奈川区が震度2でした。まあこのところ千葉県震源とする地震が多いですものね。そうですね、あと福島のね、沖でもこの間ね、そうなんです、大きな地震が、大きな、震度5弱でしたか ね震度5ぐらいのが ねありましたんで、まあ地震はいつ来てもおかしくないと。大地震がね、常にこうね、ネガティブなシミュレーションするかな。いや、そうです。こういったものは ね最悪のケースを考えておかなきゃいけませんから ね。で、千葉県付近で2月下旬から地震が相次いでいる。このことに関して政府の地震調査委員会や気象庁は、今後も震度5弱程度の強い揺れが観測される可能性がある、警戒を呼びかけています。なるほど、はい、そうですね、これ気をつけなきゃいけない、ね、気をつけなきゃいけないですね。もう漫画でいうとドラゴンヘッドみたいな状態のね。どういうことですか。いや、もうあの日本全滅みたいな。そこまでですか。でもそこまで想定したらやることないですね。いやいや、逆に そうですね、もうお手上げじゃないですか。ですね、じゃあ、あそこまで想定したらもう本当やることはないです。もう楽しく生きようよみたいになっちゃいますから。そうですね、それはダメですからね、はいはい。さて、東京金沢間を結ぶ北陸新幹線、おととい福井県敦賀までのおよそ125キロ延伸開業しました。北陸新幹線の延伸伸びたのは2015年の長野金沢間以来9年ぶりです。東京福井間の所要時間2時間51分、これまでより33分短縮です。東京敦賀間も3時間8分でつながります。新たに石川県に小松加賀温泉の2つの駅が、福井県に阿波羅温泉、福井越前武府、敦賀の4つの駅ができました。両県では延伸を能登半島地震からの復興につなげたい、まあ、こういう願う声が聞かれたといいます。常念さんは北陸新幹線使う機会ってありますか。いや、結構使ってますよ。この間もね、あの応援で金沢にね、そう、なんか能登半島 の、まあ、その先の方ね、先端のはやられてるけど、金沢も戻ってるんで、皆さん観光行ってくださいっていう、まあ、動画をね、一連の動画を撮らせていただきに行きましたけど、はい、ちょいちょい行ってますし、ほら加賀屋があるじゃないですか、はい、金沢の先にはね、加賀屋は加賀温泉じゃないですよ、和倉温泉にあります、ね、そうか、和倉温泉ですかね。ちょっと半島の方で、ちょっと被災もしてるんですけどね、はい、で、まあ、こっちの方行くので、越前武府に通るんですね、はい、武府ってね、ちょっとね、僕が
弁論部でね、あの1年生だった時に、あの4年生にね、橋本先輩というね、あの大変尊敬してる先輩がいて、武府出身なんですよ。この越前武府だ。で先輩卒業した後、俺もうあの先輩の実家まで後をかけていくぐらい大変お世話になった先輩がいるんですけど、武府って聞いた橋本さんの名前がみたいな。すげえローカルな。新幹線止まりますよ。でよかったですね橋本さん。今何されてるんですか。今ね、前はね、あのあれです、あの市の職員やられてたんですけど、その後ね確かね、あの、先輩同士の話を聞いたところによると、あの児童養護施設の方に移られて、でそっちであのなんかこう恵まれない子どもたちのためにすごい頑張ってらっしゃる、貢献されてる、聞いてますけどね、先輩元気っすかみたいな、ラジオを通じて呼びかけみたいな感じですけど、きっと地元に駅ができたってんで喜んでるでしょうね。でと思うんですけどね、多分ね、分かんないですけどね、はい、はい、たまには常念さんにも連絡して差し上げてください。いやいやいや、これ聞いてたら。いやあのな、はい、OB のね、一応フェイスブックとかでは写真とかで見て元気にされてるってのは知ってるんですけど、なんかあれで繋がってるとね、なんか連絡しなくてもなんかみんなね、あもうね、そうそうそう、繋がってる感覚にはなりますよね、みたいな感じするんですけどね、はい、ところで日本政府投資銀行の、あ政策投資銀行ですね、日本政策投資銀行の試算によると、延伸地域の経済効果、福井県で年309億円、石川県で年279億円と、単純合計で588億を見込むと。従来の拡大を睨んで、北陸の沿線ではホテルの開業や建設が進んでいるといいます。15日福井県の中の初のですね、外資系ホテルであるコートヤードバイマリオットが JR 福井駅前でオープンしました。アメリカのマリオットのホテル、北陸でも初めてでして、インバウンド需要の取り込みも期待します。星野リゾート、福井県内有数の観光地である県立恐竜博物館がある勝山市で滞在型リゾートを建設中。25年春、来年春以降の開業を目指します。延伸区間外でもアメリカヒルトンが富山市内で23年にホテルを開業するなど、北陸3県延伸効果が広がるといいます。もうこれだけ注目されてるってことなんですね。なるほどね。マリオットはね、あの一応ちょっと会員なんでよく泊まってるんですけど。あそうなんですか。福井駅前にもできるんですね。会員なんですね。あのまあ何ですか、あのカードのやつ、ほらマリオットボンボイってやつで泊まるとポイント貯まってお得だよって友達に聞いてそれでなってるだけなんですけど、あとあれですね、あの勝山市のこの恐竜博物館ですけど、はい、私が客員教授やってる岡山理科大学が結構ここに関連してまして、はい、あのもともと持ってたですね、いろんなあの恐竜の化石とかをね、ここにあのまあ、寄贈というかね、そう寄贈してこう展示してもらったりとかしてて、少なからぬ関係が実はあるんですよ。はい、そうなんです、はい、だから岡山理科大学 の、 あの一応恐竜のあの説明するなんか、はい、あの施設みたいなのがあるんですけど、そこにあの福井のこの博物館置いてありますよみたいなね、表記も結構あって、そうやって協力し合うんですね。そうですね、いろいろまあね、置ききれないし展示しきれない分とかはこういう感じでやってるみたいで、はい、ティラノサウルスが お迎えするんですよね。あ動くやつね、動くやつ、ね、はい、そうそうそう、ティラノサウルスお散歩は あったサディスティックミカバンドですね。あそうですね、懐かしいな。はい、はい、時刻6時13分です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。ニュースピックアップ、こちら日経新聞の電子版、ロシア大統領選挙、プーチン氏当選確実、30年まで長期政権。ロシア大統領選挙が17日開票され、プーチン大統領の通算5選の当選が確実となりました。タス通信が出口調査の結果を伝えています。ウクライナ軍事侵攻が長期化する中、前線での優勢や国内の経済成長などを主張し、支持基盤である保守層からの支持を集めたといいます。任期は2030年までの6年間です。政府系調査機関の出口調査結果によりますと、プーチン氏の得票率はおよそ 88% となっています。投票率は 73% を上回った模様です。2018年の前回大統領選挙でのプーチン氏の得票率は 76% で、投票率は 67% でした。いずれも今回の選挙結果が上回っています。ロシアの大統領選挙、プーチン氏の当選確
確実が報じられています。新しいニュース入ってきました。ロシアのプーチン大統領17日モスクワの選挙対策本部で国民が寄せてくれた信頼に感謝すると述べ大統領選での勝利を宣言したといいます。プーチン氏勝利宣言も発表したということですが、ジョネさんいかがでしょうか。まあ、この選挙が我々が、まあ、通常やってる、いわゆるその西側基準の普通選挙、とはですね、まあ、かけ離れた、まあ、選挙ならぬ選挙ごっこであることはもう皆さんご存知ですよねって感じで、そもそも立候補できないですからね、はい、ほら有力な対抗馬はね立候補させないとか、それからナワリヌイ氏に至っては刑務所に閉じ込めて暗殺までしてるわけですから、はい、そういう状態内でまず選挙であると、あとその反対プーチンに対して批判的なことを書くメディアを全部潰して、ね、でその人たちも全部海外の謎の死を遂げるみたいなね、とかあと、まあ、ネットにいっぱい出てますけど兵隊がね、投票してる状況を監視してちゃんとプーチンってこうチェック入れたかっていうのを見てるみたいなね絵とかも出てましたし、だからもう抗議する方法がねもう投票箱にインク流し込んだり火つけるしかないみたいな、はい、そんな悲惨な状態にあるので、まあ、これを普通選挙と言っていいのかどうかね、微妙というか、まあ、言えないですよ。選挙とは言えないような、まあ、選挙ごっこをやってですね、でいわゆるその、まあ、選挙という言葉を一人歩きさせて、我々が通常やってるような選挙でプーチンが支持を得たんだみたいなプロパガンダをこれから始めるという、まあ、この全体像をまず理解することが大事かなと思いますね、はいはい。まあ、今ジョネさんもご指摘ありましたがロシアの大統領選挙をめぐっては投票の妨害行動も報じられています。モスクワなどで液体を投票箱に入れたり、火炎瓶を投げ込んだりする妨害があったと。ロシアの中央選挙管理委員会の委員長は投票所を襲撃した者は拘束され調査委員会が刑事手続きを進めていると。日経新聞はウクライナ侵攻を続けるプーチン政権への抗議の可能性があると報じています。まあでもこういう妨害行動をするぐらいしかないんですね。だって反対候補がね、はい、対立候補いないし、でこういうなんか身の危険を感じないでね投票できる在外投票においてね、例えばチェコなんかでの投票結果見ると、はい、プーチンの支持って 4% ぐらいしかないらしいです。はい、だからもうこの差がまあ一つのエビデンスですよね。はい、これまあ暴力的な行動するぐらいしか抗議する方法がないと、もうまさにこれ独裁国家じゃないですか。だけどなんかね選挙で信任得たみたいな言い方をして、まあ、民意があるっていうようなことを言うんです。最近の独裁者はそういうの多いんですよ。イランですら選挙やってますからね、はい、あれは選挙とは言わないですよね。イランとかロシアでやってる選挙は、まあ、選挙と名はついてますけど、はい、条件がつきまくってるのでいろんなね、はい、我々がやってる選挙とは違うもんだということをまあよく頭の中に入れて、まあ、選挙じゃないんですあんなもんは。選挙ごっこと、はい、選挙と称する、はい、謎の儀式ということでいいんじゃないかなと思います。はい、続いてはこちら。昨日の日経新聞、日銀国債買い入れを継続。日銀はマイナス金利政策の解除後も一定の国債買い入れを続ける方針です。今日と明日開く金融政策決定会合ではマイナス金利解除とともに長短金利イールドカーブコントロール YCC の撤廃も決める見通しだと言われていますが、金利の急騰を抑える仕組み、これは残す方向で検討しているといいます。日銀は金融政策決定会合でマイナス金利を解除するのに合わせて長期金利の誘導目標を定める YCC イールドカーブコントロールの枠組みもやめる見通しです。具体的には現在 1% としている長期金利の上限のめど、これを撤廃し市場実勢に合わせた金利変動を容認、市場機能の回復につなげる案があります。ただし大規模緩和が長期間に及んだ上今後の利上げの道筋も明確でないため長期金利が急騰する懸念があります。金融市場の混乱を避けるために長期金利が著しく変動する場合は利回りを指定して国債を買い入れる差し値オペと呼ぶ手段を使い金利を抑える仕組みを残す見通しです。日銀がマイナス金利政策の解除後も一定の国債買い入れを続ける方針という、まあ、この記事ですが、これ常念さんどうご覧になりますか。日銀がずっと言ってることじゃないですか。はい、ねえ、日経新聞はなんかねもう連続利上げみたいな、まあ、そういうニュアンスのね、はい、そうは書いてないんですよ、そうは書いてないんですけど、うん、もうなんか利上げをしないともう金融システムが金融機能がもうなんかおかしくなる、歪みがもう立たせないみたいなことを散々書いてね、去年から利上げしろ利上げしろ連続利上げだ 1% だとか言って、まあ、そういうことを言う人をね
紙面に登場させたりして、ね、俺なんか絶対出れないんですけど日経新聞こんだけ言ってから、はい、言っといて大外ししてね、現在に至るわけですよ。で今回は当たりそうだと、はあ、まあ先週の金曜日なんかリークじゃないですかね、はい、って言われてますよね。日銀側というよりもね、なんか多分あの、まあ、あの土日挟んでるんで政府に、政府から漏れるみたいなんですよね、どうもね、はい、財務省かなとかいうのが気がするんですけど、まあ、でこれででも日銀やるかどうかね、リークされたからやらないみたいなことは多分ないと思うんで、そういうバカなことはしないので、はい、だってあのリークされたからやらないっていうのやっちゃったらリークすれば潰せるって話になるので、はい、なんでそういうバカなことはしないと思うんですが、まあまあ、どうなるかね、まあ、でもいずれにしてもですね、あんまりそのなんかあの急激な利上げはする気ないのでっていうメッセージはかなり強く出すと思うので、はい、それでも日銀が嘘ついてるっていう人はですね、ぜひね債券を売ったりとか、ね、株を売ったりとかしていただくといいんじゃないかなと思いますね、はいはい、まあ、この後もうちょっと詳しくこの辺はお話します、はい、時刻6時20分です。時刻6時31分です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。共同通信から、アメリカトランプ前大統領が16日中西部オハイオ州の集会で演説し、11月の選挙で大統領に返り咲いた場合、メキシコで生産される中国メーカーの車に 100% の関税を課すと表明しました。北米の通商協定アメリカ・メキシコ・カナダ協定に基づいて、メキシコからアメリカに輸出する車に関して条件付きで関税がゼロとなっています。トランプ氏は中国の習近平国家主席を名指しし、関税が優遇されているメキシコで中国メーカーがアメリカ人を雇用せず製造拠点を整備しようとしていると非難しました。メキシコで生産される中国メーカーの車に 100% の関税を課す、トランプ氏のこの発言ですが、ジョレンさんこれはどう受け止めますか。まあ、他にもこういう発言してますからね、はい、あのチャイナの関税を一律、ね、倍にするとかね、はい、あのかなり攻撃をしているので、まあ、あのそういうのとは整合性が取れてるんじゃないですか、はい、だからまあ関税逃れやろうと思っても、まあ、見てるぞみたいな、早くももう外交が始まっているみたいなね、そんな感じですね、はいはい。まあ、今回のこの 100% 関税を中国のメーカーの車に課すというのは、アメリカ人をこの中国メーカーが雇用してないじゃないか。そうですね、このあたりの指摘なんでしょうね、はい。まあ、〇〇が盗まれたシリーズで、あの雇用が盗まれたみたいな、ね、はい、言ってますので、まあ、それが、まあ、チャイナが名指しされてるということだと思います。あ、でも日本も気をつけた方がいいんですよ。トランプの頭の中って80年代で止まってるんで、昔は日本に雇用が盗まれたって言われてましたからね、だからあのこっちに向かってくる可能性もあるので気をつけなきゃいけないですね。なんて言ったって、あの日本製鉄と US スチールのね、はい、この、まあ、合併というか、はい、まあ、買収ですよね、買収ですね、はい、なんかバイデンも今反対し始めてる。そうなんですよ、あの労働組合の票が欲しいみたいでね、はーはー、まあ、でも多分あの買収というか合併というか応じた方がね、アメリカにもメリット大きいと思うんですけどね、最終的にだって向こうも それを決断したはずですから。向こうさんがそうなんですよ、それ望んでるんですよ。もうちょっとだいぶあの設備も古いしね、そういうのも新たな投資欲しいので、まあ、日本と一緒にやった方がいいという判断なんですけどね、なかなか、まあね、あの選挙があってですね、労働者からしてみるとそうですね、まあ、割と日本の会社に変われるのは怖いみたいな、まあ、日本でもほら外資怖いって言うじゃないですか。同じですよ、アメリカでも。一体外資って何なのみたいな話ですけどね、はい、はい、はい。さて、そのトランプ氏16日の演説で、自身が大統領選挙で敗北すれば流血の惨事になるとも警告しました。トランプ氏11月の大統領選挙の共和党候補指名を確実にして、民主党のバイデン大統領と再び対決する構図が固まりました。前回の選挙後には議会襲撃事件が起き、トランプ氏は事件を誘発したとして起訴されました。トランプ氏の発言に対し、バイデン氏陣営は16日声明を出し、これがトランプ氏の正体だ、2021年に議会襲撃事件があった1月6日の再現を望んでいると批判しました。大統領選挙で敗北すれば流血の惨事になるというトランプ氏のこの発言ですが、これはどうですか。まあ、これはバイデン陣営の指摘の通りじゃないですか。1月16日の再現を望んでいるとも
受け止められかねない非常に不用意な発言 で、ね、でこの件で有罪判決をもし受けたら、はい、今トランプに投票するって言ってる人もね3割はね、はい、トランプには入れないって言ってるんですよ、結構デリケートな問題なんでこういうのはちょっとやめた方がいいと思うんですけどね、まあ、ただあの内戦になるぞっていう脅しは今トランプを支持してるですね陰謀論者の、まあ、あのなんて言うんでしょうね常套句なんですよ、そうなんですね、内戦になるからトランプに入れてね平和を保とうみたいな、はい、いやそれはちょっと違うんじゃないみたいな、そういうこと言えば言うほどアメリカ人って結構反発するかもしれない、これはあんまり良くないかなと思うんですけどね、はいはい、でアメリカのペンス前副大統領は15日保守系の FOX ニュースの番組で11月の大統領選挙をめぐり自身が副大統領として支えた共和党トランプ前大統領を支持しない考えを表明しました。ペンス氏、全く驚きではないだろうが今年の選挙でトランプ氏を支持することはない、我々の政権時代の業績には非常に誇りを持っているが多くの問題で彼とは深刻な相違がある違いがあると説明しました。こういう発言したんですね、まあ、ペンスさんといえばね、はい、あのアメリカのその福音派と言われるね宗教右派を代表する人で、はい、まあ、その人がこういうことを言うっていうのはちょっと、ね、大きいですよ ね、 そうですね、うん、まあ、だその辺も一枚岩じゃないんですよね、うんうん、なんでこれはちょっとあのいやペンスが結構思いっきり言ったなと思ってちょっとびっくりしましたね、はいはい、また後ほどお話伺います。時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。ロシアの大統領選挙、日本時間の今日未明投票が締め切られ開票作業が始まっています。ロシアの中央選挙管理委員会の委員長は開票率およそ 60% の暫定集計で現職のプーチン大統領が 87.26% を得票しリードしていると話しました。複数の出口調査でもプーチン氏の得票率はおよそ 87% に達していて通算5選がほぼ確実となりました。2000年の初当選以来政治の実権を握り続けているプーチン氏、さらに6年ロシアを統治することになります。共同通信は長期化するウクライナ侵攻作戦のほか日米ヨーロッパとの激しい厳しい対立が続く外交や制裁下の経済強化などが新たな任期の焦点となると報じています。そんな中プーチン大統領はモスクワの選挙対策本部で、国民が寄せてくれた信頼に感謝すると述べ大統領選挙での勝利を宣言したといいます。ロシアの大統領選挙プーチン氏大統領選での勝利宣言を行ったといいますが改めて、常念さんこれはどうご覧になりますか。まあ、選挙ごっこですから、うん、最初からこの結果決まってたんですよね、はい、あの思い出していただきたいんですけど旧ソ連時代の選挙どんな選挙か、はい、まあ、今でも日本共産党がやってる選挙とほとんど同じですけど、まあ、選挙とは名ばかりで、うん、候補者の名前が書いてあって、はい、丸バツつけるんですよ、ええ、この人はふさわしいふさわしくないと、でそうすると 99.9% ふさわしいになって、はい、はい、選挙で選ばれましたってやってたんですよね。はい、はい、まあ、そういうのはあの共産主義とか共産主義政党におけるですね、まあ、形だけの、まあ、全然民主主義でも何でもない選挙ってこういう形なんですよ、ええ、でプーチンはそれよりちょっとマシなんですね。候補者は一応4人いるんですけど、はい、絶対に勝てそうなやつしか並べてなくてでしかもプーチン以外の選挙キャンペーンなんてほぼなきに等しく批判するメディアも全部締め上げてやってるわけじゃないですか。はい、だから旧ソ連時代をもうガチガチの 100% の、 あの、まあ、選挙ごっこね、まあ、制限選挙だとすると、まあ、プーチンはそれちょっと緩めて80ぐらいでやってるんですけど、まあそれでもね80ですから、これ選挙とは名ばかりですよね。はあ、だからこんなん見てですね、まあ、選挙で信任を得たとかいうのもすごいおこがましい話で、あの前にも言いましたけどその在外交換ね、あの海外の不在者投票みたいなのあるんですけど、はい、チェコでやった投票だとプーチンは 4% しか取れてないので、はあはあ、まあ、チェコに逃げてるような人だから特にプーチンは人気ないんでしょうけど、はい、本当だったらそういう人も全部いてねやらなきゃいけないんですけど100万人ぐらいもう逃げてる状態で、しかもまあ銃口向けで脅しながらやってる選挙だっていうことですから、これ普通選挙とは言いませんよねこういうのね。はい、ね、はい、はい、まあ、一方ですね各地反応ありましてヨーロッパ各地でプーチン政権に抗議の意思を示す集会なども開かれているといいます。フランスのパリではエッフェル塔前の広場におよそ80人の市民などが集まりプーチン大統領について非合法な活動をしていると非難したりウクライナと連帯をなどと声を上げたりしていたと、イギリスの
ギリスロンドン、在外投票が行われている現地のロシア大使館前に大勢の市民などが集まり、ロシアに自由を、ウクライナに平和をなどと声を上げていたといいます。またドイツの首都ベルリンでは在外投票が行われている現地のロシア大使館の前に2月に死亡した反体制派の指導者ナワリヌイ氏の妻ユリアさんら多くの人が集まり、プーチン政権への抗議の意思を示したということですね。まあね、はい、まあつってもやっぱりプーチンは国内でガッチガチにやってますから、はい、まあ、国民をこの選挙国庫に付き合わせてですね、まあ、87% ぐらい得票できるぐらいの力をまだ持ってると、持ってるということですね、いうふうには考えていいと思います。はい、さあそれではここからは常念さんにこのテーマで話を聞きます。日銀マイナス金利を解除か。日本銀行が今日と明日開く金融政策決定会合で大規模な金融緩和策の柱であるマイナス金利政策の解除を決める見通しとなったことが分かったと共同通信が先週金曜日に報じました。決定すれば2007年以来17年ぶりの利上げです。連合が先週金曜日に公表した今年の春闘の平均賃上げ率 5.28% と33年ぶりの高さで、日銀は賃金と物価が揃って上昇する好循環が実現する角度が十分に高まったと見ているということです。一方、読売新聞はおととい、マイナス金利政策の解除など大規模な金融緩和策を変更する検討に入った、このように報じています。今回の決定会合での解除の判断に慎重な姿勢の政策委員もいて、情報やデータが不足していると判断すれば来月の決定会合に検討を先送りする可能性があるといいます。共同通信はマイナス金利政策の解除を決める見通し、そして読売新聞は大規模な金融緩和策を変更する検討に入った、まあ、伝え方には若干違いがありますが、このマイナス金利政策の解除をめぐる報道、これは常念さんはどうご覧になりますか。まあ、おそらく、政府のリークだと思うんですよね。リーク、はい、あの出るタイミングがその日銀が政府におそらく何かを伝えた後に大体このリークが出てるところから考えて、あの日銀決定会合の前にまあなんかお伺い立てるんですよね、政府にね。でその情報が漏れてると、まあ、どっから漏れてるのか、財務省なのか政治家なのか、まあ、はたまたそのね、他の省庁からなのかよく分かりませんけど、まあ、リークをだから、まあまあ、そのニュアンスを捉えてですね、まあ、あの新聞記者がこうやって決め打ちしてきたということなんですが、まあでもこれリークあろうがなかろうがですね、適切なタイミングで金融緩和は終わるんです、はい、あの前から言ってますけど、だって目標がある、目的があるわけですから、はい、ね、あの安定的に 2% っていうインフレ率を達成できたらこれ終わるわけですよ、で我々ずっとリフレ派はそのコア CPI はね、コア CPI ってあのエネルギー入ってるんで、はい、石油市場に分、生鮮食品だけ除いたもの、そうなんです、はい、日本のコア CPI ってエネルギー入ってるんであんまこんな見てもしょうがないと、コアコア CPI だと、はい、エネルギーの影響を除いて本当にちゃんとインフレ来てるかどうかって見なきゃいかんって、ね、ずっと言ってきましたけど、今コアコア CPI って 3% 超えてますからね。で去年の、まあ、8月夏以降ね、下押し圧力を受けると、植田総裁は意味軸もおっしゃったんですが、あの物価の数勢見るとね、コアコアCPIはまさに植田総裁のおっしゃる通りの展開なんですよ、はい、で下押し圧力を受けたんですが 2% 下回らなかったと。で今コアCPI 2% ギリギリなんですけど、これね、はい、エネルギー補助金というね特殊要因があるので、あんまりねこれちょっと当てにならないんですよね、はい、って考えるとですね、まあおそらく金融緩和の枠組みは変更されるだろうと、うん、何らかの形で、はい、でまあ、それはもう間違いないと思ってました。で、まあ、結果的にこういうことになったということだと思います、はい、はい、ということはこれ、まあ、リークという先ほどねお話も出ましたんで、まあ、今日明日の決定会合で、まあ、変更があってもおかしくない、はい、おかしくはない、おかしくないと、はい、おかしくないし、もうそのことは市場も織り込んでんじゃねえかなと、はい、と私は思いますけどね、でもこれリークするってことは、はい、もう今日明日で政策、金融政策決定会合行われますが、はい、9人ですか、はいはい、そこではもうじゃあもう決まってるってことなんですかね。いや、分かんないですけど、その決定プロセスは、はいはい、執行部から提案があると思うんですよ。でその執行部でこういう提案をしますっていうのを多分漏らしたと思うんですね、はい、で執行部でそういう提案をしたときに、じゃあその否決されるかっていうと、まあ執行部提案が否決されることってほとんど
ないんですよ。ですか、ね、でほら審議委員からもですね、まあ、例えば高田さんみたいなね、はい、まあ、あの人も財務省のポチとね散々言われてる人ですけど、まあ、なんかマイナス金利も解除した方がいいんじゃないかみたいな話も出てるし、まあ、そのこう票数数えても、まあ、反対しそうな人全部反対票入れても否決されることはないだろうという前提でこの記事なのかなと思うんで、だから結果が決まってるってことじゃないと思うんですよね、はい、漏れたからやっぱ入れねえみたいな天の弱がいっぱいいたら、そしたらこれひっくり返っちゃいますから、はい、ただ漏れたからみたいな理由で反対票投じたらこれはこれで問題ですよ、はい、うん、あの昔ほらなんかあの民主党が政権時代変なルールがあって人事が漏れたらもうその人事は潰すみたいな、はい、あれだから潰したかったら漏らせばいいみたいな、ね、わけわかんないことにね、どういう基準で選んでんだね、変なそのね、はい、事前にその人事が漏れたらもうその人はもうあの同意しないみたいなアホかみたいなことやりましたけど、はい、まあ、そういうバカなことはさすがに日銀はしないと思うんで、まあ、政府から漏れようが漏れまいが、あの現状一番適切な政策を取るのかなということだと思います、はい、これ中にはマイナス金利政策の解除、イールドカーブコントロールの撤廃、あと上場投資信託 ETF 買い入れの停止、まあ、これを日銀が発表すると株価どうなるんだっていうね、うん、話があるんですが、いやだからそう思ってる人は、ぜひね売ってほしいんですよ、うん、そう思ってる人は売ればいいんじゃないと、はい、いや別にあのこれ正解をですね今何が正解かって言う必要もなくてですね、まあ、半年後、まあ、早ければ半年後、まあ、遅くとも来年の今頃には答え合わせ終わるので、はい、だから好きなようにやったらいいじゃないですかと、私はどうやってるか言いましょうか、はい、言いません、言わない、いや言おうか、別に言ってもいいんですよ、いや俺は別に買いますよ普通に、はい、これで安く売ってくれる人がいるんだったら、私は買いますけど、よかったら僕に安く売ってみたいな感じですよね、はい、これ私たちの生活はどうなるんですかね、生活はね、まあそうですね、これがピンポイントで例えば直撃してね、寺島さん明日からじゃあすいませんギャラ半分でお願いしますと、なんでって言ったら、いやちょっと日銀がこれやったんでみたいな、今ならないと思う、ならないです、それはないんで安心してください、ねはい、半分はないんですけど、はい、まあ、30% オフぐらいはあるかもしれない、いや嘘です待ってください、ないです、ね、それはないです、はい、あのこれが直接っていうのはあんまないと思うんですけど、まあ、一番響くの住宅ローン金利だと思うんですよ、ね、と言われますよね、でそれはあのゼロ金利の方なんで、はい、今回話題にはなってないんですよ、はいはい、だから、まあ、あの日銀もその辺はですね生活への影響っていうのはもう十分配慮しているという発言は、これまでの日銀見てればそういう発言してんだからさ、はい、ちゃんと報道してるよとか思うんですけど、まあ、共同とか日経ですからね、もう全然ね、あの、はい、そうやってなんか関係者から聞いた話を憶測でこうやって打っちゃう共同ですから、まあこんなもんじゃないですか、まあ過去に、過去というか以前ですね、内田副総裁が仮にマイナス金利を解除しても緩和的な金融環境を維持していくことになると思うと、いやそうなんですよ、まあ、こういうふうに発言はしてるんですよ ね、そう、まあ、これちょっと言おうかどうか迷ったんですけども、あえて言わせてもらうとね、はい、イールドカーブコントロールって過去に何回か修正されてるんですよ、はい、で一番大きかったのは一昨年の10月ね、日経もサプライズでいきなり 0.5% っていうね、あの変動幅拡大してきた時に、はい、これはねもう利上げだと、金融引き締めだと、大変なことになるぞって言ってた人いっぱいいたんですけど、その後株価どうなったか見てください、はい、でなんで外れたかって理由があるんですよ、理由は簡単で、あれ利上げじゃないんだもん、はあはあ、あの調整をやることによってイールドカーブコントロールは、はい、まあ、ここまで続けられたわけじゃないですか、はい、でしょ、大きな政策の枠組みを維持するための微調整だったんですけど、まあ、清見と森を見ずみたいなこと言っちゃった人がいたわけですよ、今回の全く同じで、ね、私はこれは、まあ、あのね、大丈夫かなって思ってるんですけど、まあ、そうかどうかは、まあ、こう断せしましょうよ、議論しても意味ないんで、はいはい、ニュース最前線でした。ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチューン、時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。共同通信、ニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均が史上初の4万ドル台に迫る中、投資の神様と称されるアメリカの著名投資家ウォーレン・バフェット氏がアメリカの株式相場をカジノ的だと指摘し話題となっています。先月下旬に公表した毎年恒例の株主への手紙でこうした考えを明らかにしたといいます。バフェット氏、10代で株式投資を始めた長年の経験を踏まえて過去の市場の急変に触れつつ、今の市場は私が若い頃とは比べ物にならないほどカジノ的な様相を見せていると強調しました。
アメリカの株式相場カジノ的な様相を見せているというウォーレン・バフェット氏の発言ですが、常連さんこれはいかがですか。まあそういう面もなきにしもあらず、はい、あのマグニフィセント7でしたっけ、そう、あの要はアメリカの株価って今7つの株でね引っ張られているということなんですが、はい、その7つ目のですねテスラがどうも脱落して6になったんじゃないかと、もしくはテスラを外して NVIDIA 入れた方がいいんじゃないかと言ったんですけど、 NVIDIA もちょっとここのとこまた株価調子悪いんで、7が6になっちゃったみたいですね。いやだからその一部のこう値傘株だけで市場を主導するってなんか日本のバブル相場も似てるので、まあ、バフェットさんがこういうふうに言いたくなる気持ちもわからんでもないですね、まあ、ただ調整あったとしても、まあ、アメリカは非常に調子経済調子良いので、はい、まあ、逆に調整あったら僕はチャンスかな、あ調整があったらチャンス、はいはい、逆にチャンスかなと思います。まあ、混乱はまあちょっと続くかもしれないですけど、まあ、過去のやつから見てそんなに大丈夫かなと思いますけどね、はいはい、続いて昨日の産経新聞です。銀座小野寺ブランドで高級寿司店などを運営する小野寺フードサービス、おととい国内外での事業拡大へニューヨーク証券取引所傘下の NYSE アメリカン市場に現地法人の上場を申請したと明らかにしました。アメリカ証券取引委員会が最終審査中で近く承認の見通しと言います。海外寿司市場省力化した回転寿司が主流で、職人が直接客に食事を出す日本のお寿司のアメリカ上場は小野寺が初となると。国内未上場ですが取引規模の大きいアメリカ市場での株式公開によって資金調達と知名度の向上を狙います。小野寺といえば年始のマグロの初競りでも有名となりましたが、アメリカで上場ということなんですね。すごいですね、いやこれあの日本に逆輸入されて鳴り物入りで上場みたいなこともあるかもしれないなとか思ってますけど、なんかあのアメリカでこれ小野寺さんあの上場するのって非常に分かりやすいエクイティストーリーかけますよね。もう寿司はもう世界中で流行ってると世界だと、ねね、はい、もうこれからもっといくと、うん、でアメリカで資金調達して世界行くんだみたいな話、あもうなんて分かりやすいみたいな、確かに寿司みんな食うよねと、アメリカでもだいぶ流行ったですと、あこれ世界中これ行くんだみたいなね、なるんじゃないかなと思いますよね、はい、で銀座小野寺は少数の客に対面で握る本格的な江戸前寿司から U 字型のカウンターに多数多人数が座る回転寿司風、あと立ち食い寿司まで多彩な十数店舗を東京、名古屋、京都などとアメリカ、中国に持っています。で訪日客の増加や和食ブームを追い風に今後5年で海外で人気の回転寿司も含め国内外におよそ30店舗を開業する計画だと。なるほど、なるほどね、はいはい、もうだから第2の一蘭、ね、ほうほうほうなると、はいはい、一蘭製ソーセージじゃないですけど、ラーメンラーメン一蘭ところ、ね、はい、今世界中ありますけどす、ねね、第2の一蘭になりますみたいな、もう分かりやすいじゃないですか、はい、エクイティストーリー、これアメリカ受けますよね、もうラーメンじゃない寿司だと、はい、ノーラーメン寿司ノーモアラーメン、ノーモアラーメン今から寿司みたいな、あのこの浜松町界隈でも、はい、あるこのまあコースしかなくて、はい、座ると1万5千2万円ぐらいのね、はい、ちっちゃなお店があったんです、はい、そこはそこでやってるんですけども、はい、また別のこの大通り沿いに、はい、立ち食い寿司っていうのを出して、あそこそうなんだ、あそこですよ、だからそれって海外向けっていうか、ね、外国人向けかなと今常念さんのお話聞きながら思ったんですがね、なるほどね、あそこそれだったんだ、そうだと思います、気になってたんですけどね、はい、じゃあ今度座る方に行ってみようかな、とりあえずやっと高い方行きますか立って食うのはちょっと、まあ、でもね寿司ってもともと立ち食いなんですよ、屋台で立ち食い、はい、あの江戸前の寿司ってだってさ、もともとおにぎりの上にそうです結構、ね、お魚乗ってて大きいから2つに切って、でそれが今2貫っていうのね、はい、まあやつのね、だと言われてでも立ち食い寿司って書いてありながらやっぱり椅子はつけるんでしょ、ああいうのってどうなんですか、いや立ち食い本当に立ち食いだって、あのちなみに、はい、あの仙台駅の新幹線ホームの下に、はい、下っていうかにあるですね、仙礼寿司さんってあんまり言いたくないんですけどね、仙礼寿司さんっていう、あの立ち食いのお寿司屋さんあるんですけど、はい、めちゃくちゃうまいです、そうですか、自分友達の経営者何も連れてますけど、みんなここすごいうまいそうなんですか、はい、おすすめありがとうございます、はい、間もなく7時です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。昨日の読売新聞です。日本アメリカ両政府はアメリカが主導する有人月探査アルテミス計画で日本人宇宙飛行士2人を月面着陸させることで合意する方針を固めました。
日本人の月面着陸は初めてで、実現時期は2028年以降が想定されています。4月10日に予定される日米首脳会談で宇宙分野での協力を加速させる方針を確認し、会談後森山文科大臣と NASA アメリカ航空宇宙局のネルソン長官が実施の取り決め文書に署名する方向で最終調整しています。アルテミス計画では2025年に月の周回軌道での有人飛行を成功させた上で2026年にアメリカ人飛行士の月面着陸を目指します。2028年以降にも定期的に飛行士を月面に送り、このうち2回で日本人を着陸させ、トヨタ自動車を中心に開発を進めている月面探査車ルナクルーザーを運用するスケジュールが想定されています。アルテミス計画で日本人宇宙飛行士2人を月面着陸させることで合意する方針といいますが、長根さん、これはどうでしょうね。いや本当寺島さんおめでとうございます。いや私じゃないです。月に行かれるということ で、ええ、あの気持ちはありますが、ええ、行きたい気持ちはありますが、ええ、無理です。いや月に行っても本当地球のこと忘れないでください、ね、いや待ってください、ええ、それ行きっぱなしみたいな感じじゃないですか。いやいやもう月にね、ええ、旅立たれるということ。いやいや待ってください、それみんな月見ながらあそこにいるんだよ寺島さん、ダメですよそういうの。ダメなんですか。ダメダメそれは。あそうなんですか、いやアルテミス計画選ばれたって。いや選ばれてませんよ。いや本当にあのご愁傷様です。待ってください、手を合わせてどうするんですか。違うんですか、あれそうじゃなくて。違います違います。そうですね、もうなんかそれなりにちゃんと訓練した方が有能な方が行きますから。あの宇宙兄弟の弟さんって聞いてたんです。違いますから。違うんですか。違います、私ありません。違うんですね、まあ、バンジージャンプで月まで飛ぶ。逆バンジーで飛ぶとか。逆バンジーは怖すぎるでしょ。逆バンジー月までその前になんか大危険とかいうところでなんか燃え尽きるんじゃないですか。押すなよ押すなよドーンみたいな。ダメですよ。じゃないですか。高熱を発してしまう。飛んでる間ずっと早口言葉言いながら。いやいや無理無理。息できないんだから。デレとか言って。息ができないんですから。できないですか。まあこれね、あの以前もお話しましたけども、はい、ジョネさんもあんまり月へ行きたくないですか。いやまあ月いいっすよもう。日本でいいわ。最近海外旅行もどうかなとか思ってるぐらいなんで、はい、もうなんかちょっとね、まあ、若い頃は良かったんですけどね、今もうなんかね海外行っても、まあ、どうなのと。いや日本もいいところたくさんあるしね、まあ、ね、あの遊べないとやっぱ面白くないですよね、はい、うん、あのやっぱ最近ほらね私あのカヤックだのね、はい、お茶だのいろいろやってますけど、やっぱこう遊び方を知ってると遊べる。月も遊び方を知ってると遊べる。月の遊びって何、まあ、寺島さん月の遊び方よくご存じです。ヘルメット取ってみようみたいな。いやいやそんなのやったことないし行ったこともないんですから。そうですよ。でもこの日本アメリカ両政府はですね、日本が開発する月面探査車を10年間運用することでも合意する方向です。すごいですね。10年ですよ。おトヨタ様月へと。さすがです。でだからこれおそらく月探査車、まあ、何台か送るのかもしれませんが、はい、10年運用ってことはメンテナンスもね。これじゃあ向こうに基地作るってことですか。そういうことになりますよね。で月の表側ですか裏側ですかどっちですか。いやわからないな。表側ならフォンブラウン、裏ならグラナダですね。それは何ですか。ガンダムですね。あそうですか、フォンブラウンでしょうね、このおそらく ね地球連邦軍ですからね。あそうですか、はい、いやでもこの10年間運用というね、で月面水の資源の存在が示唆されていて、はい、宇宙活動の拠点ですね、将来人類が火星に進出する足場中継拠点としても注目されている、ね、ということですね。まあ、お願いですから寺島さん月に行ってもね、はい、あの地球の重力に魂を引かれたやつらを粛清だとか言って変なもん向こうから落とさないでください。いや待ってください。お願いします、はい、それだけは、ね、それ前に行けませんか、はいはい、落とさないで、コロニーは落とさないで。昔ありましたよね、はい、おじいちゃんどこ行っちゃったの、おじいちゃんはね月に行ったんだよなんて、ほら見てごらんなんて言って、ほら寺ちゃんも一緒だよとかまだもうちょっと手を合わせましょう皆さん。いやいやいや、いや違うんですか。違いますよ。あ、そうですか、まあだけどこうやって月へのね、いや今月に憧れて訓練積んでる方だって、まあ、宇宙に憧れてっていうのが正確な言い方かもしれませんが、ね、はい、たくさんいらっしゃるわけですよ。なんか宇宙に行くといろんな声が聞こえちゃうらしいですからね。いろんな声が、そうなんか神様の声聞こえてね、はい、地球に帰ってきた宇宙飛行士で宗教に目覚めちゃう人結構いっぱいいるみたいな。何人かいるって聞きました。そうそうそうね、まあなんか、まあ、ちょっと精神状態が多分ね、はい、
あの結構なんかちょっと違うんだと思いますけどね、最近なんかでもちょっと減ってきましたけどね、そういう人ね、はい、いっぱい行くようになってそうじゃないということが分かったですね。あ、そうですか、そうか、ね、ごくごく限られたね、そうそうそう、まあ、都市伝説なのか、まあ、一部そういう人がいたのか、ね、ってことはジョネさん行ったらどうですか。あ、聞こえるかもしれません ね、 もうね、まあ、私あの聞こえますけどね、神の声ね。あ、聞こえますか、逆の方から逆からですか。9割外れる、はい、あのまあ、あの9割外れるとこれも神と言われますから、ね、ジョネ行け、いや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 、ジョネ行くんだ。あ、それだ、9割外れる声が行けという ね、ね、それが暴落するとかね、はい、そういう声が聞こえて、あ、これあの逆の方から聞こえてると、9割外す人の逆やれば必ず勝てるんで、逆を感じるっていうんだって大した才能ですよ。いや、すごいですよ。だから私、ね、この間からほら FX でちょっと儲けたっていうのも、はい、逆から聞こえてきた声に従って1枚だけ買ったら儲かったんですよ、はい、100枚買っときゃね、1枚だったら6万円しか儲かったの、儲かんなかったんですけど、100枚買っときゃ、ね、600万、ね、1000枚買っときゃ6000万、いやでもあんまり欲出しちゃうと、1万枚買っとけば6億でしたよ。いやいや、そしたら大変なことになるでしょ。大変でしたね。逆に行くと、逆に行ったらもう終わってますよ、これ。そうですよね、はい、大変なことになってます。ほどほどですよ、ほどほどですね、ほどほどが、はい、はい、時刻7時15分です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。共同通信、プーチン大統領が勝利宣言。ロシア大統領選挙は日本時間の今日未明に投票が終了し、中央選挙管理委員会の暫定集計によりますと、開票率およそ 41% で現職のプーチン大統領が 87.49% を得票し、他の3候補を圧倒、通算5選が確実となりました。プーチン大統領17日モスクワの選挙対策本部で、国民が寄せてくれた信頼に感謝すると話し、大統領選挙での勝利を宣言しました。2000年の初当選以来、政治の実権を握り続けているプーチン氏、さらに6年間ロシアを統治します。プーチン氏は2022年2月に開始したウクライナ侵攻を国の独立と安全を確保する戦いと正当化、ロシア系住民が多い東部南部4州の併合を成果と位置づけて軍事作戦継続を明言しており、今回の大統領選挙は侵攻の是非を問う事実上の信任投票となりました。プーチン政権は高い得票率を背景に軍備を強化し、欧米との対決姿勢を強めると見られています。プーチン氏の当選が確実となったロシア大統領選挙ですが、改めて常念さん、どうご覧になりますか。まあ、一言で言うと、はい、大統領選挙ごっこ、はい、まあ、筋書き通り終了ということで、これは選挙ではないですよね、はい、選挙ごっこしてるだけですよね。ロシアはこういうのやるんですよ。あの東部4州でね、ウクライナはね、はい、あの併合の住民投票を行ったっていうことなんですけど、反対派を締め出して、はあ、まあ、銃器を持ったね、その兵士が投票を監視するような中での、まあ、選挙ごっこをやって、で、賛成が90何パーセントなんで、この併合には正当性があるとかやったんですけど、まあ、そこまでひどくはないんですけど、まあ、似たようなことをこのロシアの大統領選挙、ね、選挙ごっこでも、まあ、やったと、はい、まあ、対立候補を締め出してですね、まあ、一番 の、 その対立候補だったナワリヌイ氏を毒殺まで、はい、毒殺したかなんか分かんないですけどね、暗殺してまで、まあ、やってる選挙ですから、はい、まあ、選挙とは言えないんじゃないですかこれ。あのちなみに日本はですね、大東亜戦争の最中にもですね、総選挙を行ってるんですよ、はい、でその中でですね、東条内閣が退陣に追い込まれるような選挙結果も日本の場合は出てるんですよね、だからこそポツダム宣言が最後受諾できたわけですけれども、あのロシアにはそういう意味での、まあ、民主主義、まあ、日本はだからの戦前ですよね、はい、大日本帝国憲法下でも、まあ、当然選挙があって民主主義あったわけですけれども、まあ、そこまでも到達してないと、日本の80年前の民主主義のレベルにまでまだ行ってないと、いう大変ですね、まあ、選挙では遅れた国なんだと、いうことが大事かなと思いますね、はいはい、まあ、なんて言ったってね、唯一の対立候補と言われていた人が、まあ、その大統領選挙に、まあ、資格を得ようと思ってその提出したものに不記載だとかね、はい、不手際があるって言って結果受け入れられなかった、ね、みたいなこともありましたしね。ナリヌさんがそいつに投票しろって言ってたんですよね、はい、はい、そうそうそう、なんで、まあ、そういうのもあったりとか、まあ、ですから、まあ、これは選挙っていうよりも選挙ごっこと、まあ
でも逆に言うとですね、こんな選挙ごっこみたいな茶番をやってもですね、やっぱ国民普通こんなことやったらもう馬爆発してですね、そうでしょうね、ね、投票箱火つけられたりとかね、投票所が襲われたりとかってなるんですけど、はい、まあ、そこまでやるやつもいないと、うん、これにいいダクダクとして従わざるを得ないこのね、はい、まあ、抑圧された民というのもいて、ね、でそういう人たちをこう、まあ、弾圧する、絶妙な仕組みをですね、はい、まあ、プーチンは持っていると、まあ、これは KGB、その後ついた FSB ね、はい、まあ、こういうところがまあ世論操作も含めですね徹底的にやってるんですけど、まあ、そういうことによってこういうデストピアみたいなね恐ろしい国ができてしまう、はい、35万人ももう死んでるんですよ、ウクライナの戦争で、はい、35万人もの犠牲を出してるのに未だに戦争を続けられるっていうのは、まあ、本当恐ろしいですよ ね、 ですね、こんな仕組みが未だにあるんですね、令和のこのようにね、はい、うん、これはちょっとまずいですよね、今のロシアって仕組みやっぱ解体されなきゃいけないと思いますね、はいはい、あと一方で見るとその2022年2月西側ですね、これ以降経済制裁かけたはずなんですが、まあ、なかなかこれがかかってないという状況もあるようですね、まあ、あの戦争が継続できるっていう点を持ってね経済制裁が効いてないという人もいるんですけど、はい、まあ、少なくともですね、あのロシアのですね、まあ、兵器の生産の大幅な遅延とか、それからまあロシアのね、まあ、今インフレ率、まあ、交渉は 7% って言いますけど本当はもっと高いと思われてるんですけど、まあ、こういうのから見てみるとですね、まあ、あの制裁かなり効いてますと、まあ、一番効いてるのは僕なんかもう投資家なんで、はい、ルーブル建ての資産というのは実質的な価値が今ゼロです、ルーブルがね、ルーブルも実質的にゼロなんで、まあ、取引できないんで、はい、なんで、まあ、そういうのから考えると効いてないって言い方はさすがに言い過ぎですね、はあ、だってもしそんなこと言ったら戦争が継続できるってだけで効いてないっていう判断を下すんだったら、あの日本に対するね大東亜戦争当時ですよ、第二次大戦の時の、経済制裁も一切効いてないってことになっちゃいますよ、アメリカ軍が占領当時で来た時に、日本の本土にね持ってたその、弾薬備蓄、はい、あまりにもすごい量があって、うん、びっくりしたと、これ本当本土決戦やったらやばかったなって思ったっていう話もねよくありますけど、その戦時経済が継続してるから、経済制裁効いてないみたいな話をするんだったら、日本のその、うん、まあね、あの戦時中、はい、経済制裁効いてないでしょどう考えても、はい、まあ、我々平和教育でそういうの聞いてますけど、まあ、聞いてたんですよ、はい、でもみんな我慢してたと、まあ、だからロシアも同じ状況ですよ、聞いてるけど我慢してると、うん、でモスクワはあんまり我慢しなくていいように、はい、あの他の地域のものガサッと集めてやってるんですけど、はあ、ロシアの人みんな言ってますけどモスクワから50キロ も、もうちょっと外行けばもう悲惨だよと、見ればわかるけどと、もともと悲惨だったんで輪かけて悲惨だよという話みんなしてますから、あんまね聞いてない聞いてないっていう言い方もね、これもロシアのプロパガンダだと思うんですよね、まあ、聞いてますよ、だって戦時統制に全振りしなきゃいけないっていう時点でこれ聞いてますから、はい、であんなね異常な麻薬みたいなもんね経済に打ちまくってたらこれ戦争終わったら大変なことになりますよ、でそういうのも含めてあの経済制裁聞いてるので、はい、もっとボルテージ上げるもっと聞きます、はい、で実際に今ねもう戦車とかもあの月産5台とかぐらいしか、そうなんですね、そうでね、今ね何台も出てるっていうのは、あの何ですか1950年代とか60年代で古い戦車出してきて、でそれを回収してあの戦車を作りましたと生産台数として上げてるらしいんですよ統計上は、なんでこれただ単にストックをなんか無理やり出してきてね、で大砲とかもなんかもう撃てるのみたいな、そんな戦車をまあ戦車と称してやってるらしいの、だからやられまくってるんですけど、まあそれでやられまくっていいんですよロシアは、それでウクライナが弾尽きたところで攻撃しようというですね、もうあのモンゴル帝国のようなあの攻撃パターンなんですよね、なんでまあそういうのもこう全部こうディテールをちゃんとやらないとね、あのこいつらは本当うまいんですよ滑らかな情報を出すのが、モスクワの映像見せてはい聞いてませんと、ケンタッキーは潰れたけど代わりにロシア企業が経営しますとかやるんですけど、はい、いやケンタッキーだけじゃ判断できねえからとお前何言ってんだよみたいな、それででも今回のこの得票ってのはね、やっぱりなんかこういろんな力が働いてるんでしょうね、いろいろチューニングしてこういうのだから宣伝としてのこういう票ですよね、はい、これ必死でやろうとしてるので、だからまあ無理やりな構成もねかけてきてるんですよね、戦果を国民にアピールするっていう面もあると思うんでね、はい、はい、でウクライナのゼレンスキー大統領17日ロシア大統領選挙で当選が確実となったプーチン大統領を独裁者と批判し、永続的な支配のためあらゆる手を使っていると糾弾しました。またゼレンスキー氏、この選挙の真似事に正当性はなくあってはならないと強調しています。まあ、ゼレンスキー大統領はこういうふうに発言したと、おっしゃる通りです、真似事です、選挙じゃないです、選挙ごっこです、真似事なんですね、はいはい、続いてはこちら、昨日の日経新聞、自民党政治と金に地方も不満、
自民党はおととい党本部で全国の都道府県連幹部を集めた会議を開きました。出席者によると政治資金問題をめぐり地方側から安倍派幹部らの早期処分を求める声などが相次いだといいます。岸田総理は全国幹事長会議の冒頭で政治資金問題に関し各地域で国民の厳しい声を受け止めてもらっていることを心からお詫びすると陳謝したものの出席者の不満は止まりませんでした。地方の幹部からは政治資金問題で地方議員も同じように見られている、誰が責任を取るのか、野党になった時よりも状況が悪い、党費を下げることも検討すべきだ、保守層の自民党離れが進んでいるなどと厳しい声が上がりました。総理や幹事長がいる会議で地方から執行部批判とも受け取れる発言が続出するのは異例です。内閣支持率の低下に加えて自民党の組織、地方組織の不満が強まれば次期衆議院選挙をめぐる状況は一段と険しくなると日経新聞は報じています。自民党の全国幹事長会議で地方の幹部から厳しい声が上がったと、常連さんこれはどうご覧になりますか。まあこれは仕方ないですね、はい、いろいろ悪いのがもう出ちゃってますからね、はい、でこれもねやっぱね自民党のそのなんていうんですか幹部が代替わりがねこうスピード遅くなってますよね。いつまでやるんだみたいな人が結構いるじゃないですか、はい、であとその大臣になりたいって詰まってる人も多くて、で若手結構優秀な人いるんですけど、まあ、こういう人がやっぱ活躍できないとですねやっぱりこう厳しいのかなと思いますね、まあ、今回の件でだからそういうまあ何て言うんでしょうね海をまあ全部出してね、はい、自民党の若手意外とっていうかかなり優秀な人多いので、まあ、あの維新みたいね幹事長40代みたいな、はい、そういうことがまあできればね変わってくるのかなと思うんですけど、はい、やっぱちょっとね、おじいちゃん世代多すぎますよね、うん、あんまあまあ世代のせいにしてもいけないんでしょうけどでもやっぱ長くやってるとこういうこと起こるので、はい、まあこれちょっと安倍派の幹部の処分ね当初はちょっとこれやりすぎかなと思ったんですけど、まあ、党員からこういう声が出ちゃうとね、そうですね、党員からの声ですからね、これは応じざるを得ないんじゃないかなと思いますね、残念ですけどね、はい、で一昨日の全国幹事長会議では来月28日投開票を控えます3つの衆議院の補欠選挙、こちら東京15区、島根1区、長崎3区も話題になったといいます。岸田総理は政策や選挙といった日本の政治を左右する課題に立ち向かっていかなければならない、まあ、こう協力を求めたものの政治資金問題を抱えながらの選挙は難しい、との見方が出たといいます。日経新聞、党内には3つの選挙区のうち1つも勝てないような展開となれば岸田おろしの風が吹くという見方もある、まあ、こう報じています。来月の3つの衆議院補欠選挙次第ではということなんですかね、まあ、どうなるか分かんないですけどね、はい、はい、まあでもこの岸田おろしの風が吹く可能性もじゃあ、まあ、いつも吹いてますからね、ああ この風はどっかで、ね、細々と吹いてますから、ええ、まあ今更っていう感じだと思うんですそうですね、はい、まあ沖の法則っていうのを言い始めてもどのくらい経つんでしょうね。いやそうなんです、青木の法則でいうともうちょっと回復不能な感じなので、まあ、この後どうなるかですよ ね、 そうですね、上川さんが後継なんじゃないかとかもいろいろそういうねポスト岸田も出始めてるので、まあ、そう風は吹いてますいつもね、はい、細々ながらね、はい、あんまり吹かれたくない風でしょうね岸田さんから、まあ、岸田さんとしては嫌でしょうけど、ね、でもまあね立ち向かっていくしかないですよ ね、 そうですね、はいはい、続いてはこちら。昨日の日経新聞、マイナス金利市場3月解除に備え2年債利回り上昇。金融市場が日銀のマイナス金利政策の解除に向けて臨戦態勢に入ったという記事です。金融政策の先行きへの 見方を反映する2年債の利回り15日一時 0.2% まで上昇しました。財務省がこの日実施した3ヶ月ものの国庫短期証券の入札も最高落札利回りが8年9ヶ月ぶりにプラスに転じました。いずれも市場参加者が早期の政策金利の引き上げを予想していることを示しています。短期金利の先行きを予想する取引も活発で、マイナス金利解除で取引増加が見込まれるためでして、銀行同士が短期の資金を融通し合う際の金利を予想して取引する無担保コール翌日もの金利先物の売買高は足元で2023年の12月の10倍に膨らんでいるといいます。
市場が3月解除に舵を切ったのは植田総裁が大きなポイントと位置づけた春季労使交渉の結果が好調だったためです。13日に集中した大企業の回答、去年を上回る労働組合の要求に満額回答が相次ぎました。連合が15日に発表した第1回回答の集計結果も平均 5.28% と33年ぶりの高い賃上げ率となりました。マイナス金利解除に備えて2年債の利回りの上昇ということですが、ジョネさん、これはどうご覧になりますか？まあ、みんな織り込み始めてますね。織り込みただ、はい、これ取引してる人は未然を切ってやってるので、これはそれなりに信頼性がある、はい、というふうに私は思います。で、まあ、マイナス金利解除 YCC 撤廃の後はですね、次来るのはまあゼロ金利解除ですね。ゼロ金利、はい、でゼロ金利解除は、まあ、結構住宅ローンとかに与える影響大きいので、うん、相当地ならししないとできないかなとは思うんですけど、はい、まあ、市場の方はもうそれを先取りする動きが出ているということですね、はい、はい、で日経新聞が1日に実施したエコノミスト13人への緊急アンケートを見ますと、3月解除予想は3割にとどまっていましたが、連合の集計結果を受けて15日に改めて聞いたところ、3月予想が少なくとも半数に増えたといいます。4月予想だったバークレイズ証券の馬場直彦氏は、春季交渉の回答額があまりにも強く3月解除の可能性が高まったと話します。みずほ証券の上野康成氏も、どちらかといえば3月に解除する可能性が高いに転じました。まあ、みんな適当なこと言いますね。まあそれはまあいつでもいいっすよ、年内あるだろうぐらいで、まあ、あったらあったでということだと思いますね、はい、はい、まあでもエコノミストの皆さんも大変ですね、こうやってね。いやまあでもその何ですか、まあ、大企業の回答良かったからといってね、はい、まあ、中小企業もまあ上げざるを得ないんで多分上がるとは思うんですけど、問題はこれはこう持続的にいくかどうかなんで、はい、まあマイナス金利解除ね、でまあ、YCC 撤廃して、はい、でもそれでも多分国債は日銀は買ってくると思うんで、はい、まあ、緩和的な環境は続くかなと、まあ、そこでだから、まあ、金利がそんなに上がらなければというか、まあ、多少上がってもですね、物価上昇率がそれなりにあれば、まあ、企業は設備投資などの、ね、手を緩めずには長期的にはね来るかなとは思うんですけどね、私も企業経営者なんで、はいはい、ちょっとこれはすごい注目ですよね、金利どうなるかね、はいはい、まあでもインフレの時はなるべく借金した方がいいんですけどね。ああそうなんですか。基本は借金した方がいいです。だってインフレの時ってほら元本の価値が事実上目減りするんで、はい、インフレ率の分だけ目減りするので、お金を早めに借りて、で安いうちに買って、でまあ儲けた方がいいと、な基本なんですけど、ただやっぱりね、インフレの時でも倒産する会社あります。借金しすぎれば、はいはい、だからやっぱ無謀な計画がそれで OK になるかというとそういうわけじゃないです。はい、ただデフレの時に比べると、デフレの時は無謀じゃない計画まで全部ダメになってたんで、はい、だそういうのはなくなるので逆にいいかなと思うんですけどね。今銀行ってのは貸したい方なんですか、それとも返せる人には貸したい、はあはあ、そんな感じ、まあ、基本ですね、はい、返せそうな人には貸したい、貸したい、はい、うちにはだから借りてくれてきます。あ、そうです。でもそんなに借りてないです、はいはい、ちょっと私デフレ経営者、デフレ脳なんですよまだ、はあ、ちょっと借金怖いんですよ。でもちょっと借りるようにしてます。そうですか。わざと、自己資金でできるんだけど、あえて借りると、うん、はい、いうことはちょっとやってます、はい、そうですか、はい、あ、自己資金は取っておく、まあ、自己資金できるんですけど、まあ、あえて、ちょっと借りてみると、はい、で自己資金取っておいて、まあ、別のことにだから同時に順番にやろうと思ってたやつを同時にやったりとかね、お金を借りることで、ね、はい、そういうふうにやってるんですよね。そうですか、はいはい、続いてはこちら。昨日の日経新聞、アメリカ FOMC 金融引き締めからどう転換。FRB アメリカ連邦準備理事会は明日あさってですね、 FOMC アメリカ連邦公開市場委員会を開きます。金融引き締めをいつどのように転換するかが議題で、参加者が公表する利下げ予想に加え、量的引き締めの減速への言及が焦点となると記事には出ています。 FRB は新型コロナウイルス化が深刻化した2020年3月、アメリカ国債や住宅ローンの担保証券を無制限に買い入れることを決めました。先の見えない不安が広がる火事場のような状態で、金融市場の機能不全を防ぐ狙いがありました。 4.2 兆ドルといいますから、およそ620兆円だった FRB の総資産は、量的緩和が終了した2020年3月時点で 8.9 兆ドルに膨らみました。
2022年6月には経済再開でインフレが急加速する中、国債や住宅ローン担保証券の保有額を減らす量的引き締めを始めました。資産圧縮のペースは9月から上限を月950億ドルとしました。信用不安の火はすでに消えて久しく、金融市場は安定していました。次回会合で資産圧縮ペースの減速が議論になるのは、前回の倍となるハイペースの量的引き締めで、市場にあふれたマネーがある程度回収され、短期金利が何かの拍子に急上昇するリスクが高まってきたためです。量的引き締めの減速は金融引き締めを緩める方向に作用しますが、アメリカ個人消費支出物価指数の前の年の同じ月と比べて、その上昇率がですね、1月に 2.4% まで落ち着いた今なら整合的だと。次回会合では減速の方針や開始時期について示唆される可能性があります。ニューヨーク連銀が1月に実施した債券市場調査では、6月の減額開始が中心シナリオでした。明日あさっての FOMC では、金融引き締めをいつどのように転換するかが議題ということなんですが、これどうなるんですかね。これちょっと難しい話をしてるんですけど、はい、簡単に言うと FRB がだから今までね、はい、手持ちの資産を売って、はい、市場でね、はい、で市場からお金をまあ回収してたわけですよね、はい、そのお金の量を減らしてたと、金融引き締めをやってたんです、はい、でなんでやってたかというと、インフレ率が高かった、はい、でどれぐらい高かったかというと、アメリカのインフレ率で 9% までいってましたから、だからそういう時はもう引き締めしないと、逆にインフレ型不況に陥っちゃいますからね、はい、際限なくインフレ率上がっちゃうんで、うん、なので、まあ、なんていうんですか、うん、その、まあ、資産を売るペースね、はい、倍のペースで売っても大丈夫だったんです、はい、引き締めしなきゃいけないから、お金が溢れちゃってんで、お金も物理的にも回収するとやってたんですけど、はい、まあ、物価がですね、2.4% まで落ち込んできたと。で日本よりもこれ低いぐらいなんですよ、ね、だからもういいんじゃねみたいな話で、はい、で、6月にまあやろうと思ってたのを前倒しでやるかもねという話なんです、はい、はい、でこれまあお金を吸収するペースをスローダウンするってことは、はい、お金の量を増やすのとほぼほぼイコールですよね、金融緩和ですよね、はい、お金の量が増えたら、つまりドルの量が増えたらドルの価値下がるじゃないですか、下がります ね、はい、ね、なんでこれはドル安要因、はい、で日本が、まあ、逆に今度引き締めするでしょ、1個前のニュースでね、はい、日本はだからお金の量をまたこれ減らすんですよ ね、円高要因なんです、はい、だから円高ドル安がこれで一致するんで、はい、なんでこの間それを織り込むのでドカンと1回ね、1ドル147円まで行ったんですけど、まあこの後どうなるかね、はい、相場はこれをどう評価するかって分かりません、はい、だからどっち動いてもいいように、まあ、今私はノーポジションと、いうことなんですよ、だから結論として怖いんで様子見と、はい、いうことですね、そういうことなんですね、はい、はい、時刻7時36分です。時刻7時36分です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。日経新聞の今日のネット記事です。アメリカのアップルが生成 AI 分野で巻き返しに動いているという記事。2024年内に具体的なサービスを発表すると予告しまして、専門の人材には年4500万円近い基本給を提示して獲得に力を入れているといいます。アップルが2月28日に開いた株主総会で、ティム・クック CEO は生成 AI を使い、生産性や課題解決において変革の機会を提供できるだろう、年内に発表できることを楽しみにしていると話し、将来の製品サービスの発表スケジュールに自ら言及しました。アップルは厳格な秘密主義で知られ、開発中のプロジェクトについてコメントすることは滅多にありません。にもかかわらずクック氏は、生成 AI は未来を定義する、アップルも多額の投資をしていると述べ、生成 AI 分野に積極的に取り組む姿勢強調しました。生成 AI の開発企業の間では、文章に加えて画像、音声、動画など
さまざまな形式のデータを扱うマルチモーダルと呼ぶ技術への注目が高まっています。アップルはこの分野に詳しい技術者には例えば年17万から30万ドル、およそ2550万からおよそ4500万円の基本給を提示し、ライバルからの引き抜きに力を入れているといいます。生成 AI 専門人材に年収4500万円、出ましたねこれね。いやー寺島さんおめでとうございます、はい、ありがとうございます。アップルから引きがね、4500万のオファー、ついに来ました。まあ、寺島さん自身がね、AI じゃないかっていう噂もあるので。そうなんですか。実は AI にしちゃよくとちりますけどね。 AI になってたんじゃ、AI もっと完璧ですから。こんなに噛みませんみたいな、こんな生身の間違いしませんから。いやそこはまたこうほら人間、あえてね、あえてこう人間らしくね、やってるみたいなところあるのか、いやこれすごいですね、4500万円 ね、まあでもまあドル高ってこともあってこの数字だと思いますけどね、はい、はい、ジョネさんもし年収4500万ちょっと来てくれないかって言ったらどうしますか。いやちょっと今よりも年収下がっちゃうからな。おっと来たぞ。どうしようかなみたいな感じですね。はい、すいません。トリキュー弁当も食べられなくなっちゃうかもしれないしね。アメリカ行ったらね、トリキュー食べられなくなっちゃ う、ね、それはちょっと嫌だな。嫌ですよね、はい、まあ、しかしこの、生成 AI 分野に出遅れたアップルは1月に時価総額でマイクロソフトに逆転を許しています。で、足元の株価年初来で 7% 下落して推移。クック氏が2月の株主総会などで従来の姿勢を一変させた背景には株主らの動揺を鎮める狙いがあった。やっぱり株主も大事なんですね。まあそうですね、まあ、アメリカはやっぱ株主も最優先ですからね。そうなんですね。自分が訴えられちゃうかもしれないんで。ああそうか、そうそうそう、すぐクビになっちゃって、そう、お前よりもうまく経営できるやつがいるからお前は出ていけみたいなことが急に言われて、往々にしてありますので。アメリカ映画でもよくありますけどね、はい、まあ、トランプさんじゃないですけど You are fired みたいな展開もありますから、はい、なんでまあ必死こいてやってるということだと思います。はい、はい、時刻7時39分です。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。おはよう、テラちゃん。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。日経の電子版です。今週の為替株式相場急変動するリスクをはらむという日経電子版の記事です。日銀は今日と明日開く金融政策決定会合でマイナス金利政策を解除する見通しと言われています。アメリカの FRB 中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会19日から20日 FOMC 連邦公開市場委員会を開き、年内どこかとする利下げ時期を議論します。日銀のマイナス金利政策の解除は円高要因ですが、外国為替市場ではすでに織り込みが進んできたというんですね。発表直後に円高に触れても小幅という見方が多くなっています。日銀が今回の金融政策決定会合でマイナス金利政策の解除を発表すると、改めて円相場、日経平均株価どういう動きをするんですかね。もう事前に動いちゃってますからね。もうすでに ね、織り込み済み、はいはい、ナイアガラありましたよね、はい、日経平均もね。あ、そうですね、うん、だからなんかそんなにもう、まあ、なんですか、バイザルーマー セルザファクトでね、はあ、もうだから噂の段階でもうみんなわちゃわちゃやりすぎちゃったんで、なんか意外と発表は落ち着いて聞くのかなという気はしますけど、ね、はあ、私はそっち派ですけど、はい、はい、まあいろんな意見はね、まあ、外れるかもしれないんで、外れてもいいようにはしてますけど、ね、はい、あ、なるほど、はい、もちろんそうか、そういうことなんですね。常に外れる可能性を頭に入れてますからね、自分でもね、はい、はい、そして、はい、あ、今新しい情報が入りました。総理官邸のですね X、 こちらの情報によると北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたといいます。午前7時50分ですね、総理官邸災害危機管理情報をこちらの X によると北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されました。続報が入り次第お知らせしますと、まあ、こういう情報が入ってきました。なるほど。 J アラートはなって
ってないですね。なってませんね、はい、おそらく今のところなってはいないという状況ですが、はい、まあ、総理官邸のこの X によると、はい、こういう弾道ミサイルの可能性のあるものが、発射されたということですね。まあ、片方で仲良くしようと言ってて片方でこういうのやってくると、はい、まあ、こういう揺さぶりってのは基本なんですよね、はい、権威主義国家との交渉は、ね、本当ちょっと気合い入れなきゃいけないんで、そうですね、はい、まあ、北朝鮮として今もう金欲しくて欲しくてしょうがないんで、ね、はい、日本に、ね、周波を送りまくってますけど、安易にこれに応じてはいけないですが、はい、まあ、しっかりとですね、そのまあ拉致被害者ね、はい、全部返したら交渉応じるから、まず先にお前らが動けというようなことを、ね、ビシッと言うことが大事かなと思うんですけどね、はい、今アメリカと韓国がおそらく軍事演習かなんかしてましたけど、終わりましたかね。そうかもしれませんね、はい、それにまあなんか対抗してでしょうね、まあ、韓国は敵だとね、はい、なんかね、キム・ヨジョンが言ってますから、はい、なんで、まあ、そういうのも含めてなんじゃないですか。そうですね、はい、もうあの、なんていうんですか、はい、統一は求めないと、北朝鮮はね、はい、もう敵だからもういいと、滅ぼすんだみたいなこと言ってますからね。はい、はい、14日が最終日の春のアメリカと韓国の合同軍事演習と出てますので、はい、まあ、一応軍事演習は終わってはいるんですけれども、はい、まあ、でもそれに反応するという可能性もないとは言いませんし、ね、まあ、いろんな難癖つけてこういう乱暴なことをしてくるっていうのはね、北朝鮮ですからね。そうですね、はいはい、さて、今日自民党の派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けて、衆議院の政治倫理審査会が今日開かれ、安倍派の会長代理を務めた下村博文氏が出席します。安倍派は2022年に資金の管理を一旦やめ、後に復活させていまして、下村氏、安倍派幹部の協議に参加していました。協議に参加した他の幹部3人はすでに政倫審に出席していて、整合性が注目される、共同通信は報じています。下村博文氏がどんな話をするのか注目なんですけれども、まあ、今日なんです ね、 これね、まあ、野党とマスコミは下村さんの失言に期待ということでしょうね、はい、うん、まあ、しちゃうかもしれませんね、どうでしょう ね、 ね、まあ、蓋開けてみないと分かりません、はいはい、で、自民党の党大会が昨日開かれ、岸田総理はですね、派閥の政治資金パーティーをめぐる問題について向けて、茂木幹事長に対し関係議員の処分について結論を得るよう指示したことを明らかにしました。その上で自らが先頭に立って党改革と政治改革を断行する、このように強調したということですがね、岸田総理のこういう発言がありましたね。まあ、安倍派をいじめると票になるということなら躊躇なくやるんじゃないかなと。怖いね自民党。そうです、ね、すごいですね、まあ、こういうことで平気であります、はい、はい、今朝のコメンテーター経済評論家常念司さんでした。常念さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後はお隣さんをお送りします。おはようテラちゃん、また明日です。今日もいい一日になりますように。